テレビ朝日どうも改めまして選ぶ大吉でございます。ありがとうございます。今年の、アイベスの曲は、今までのソーラン節に加えまして、僕が、作曲した、メロディーにですね、メンバーたちが、歌詞をつけてくれました。今までの、アイベスとちょっと違った、曲が楽しんでいただけるんじゃないかというふうに思っております。また今年8月にですね、東神楽町で行われました、神川中央支部大会におきましては、初めてなんですけども、なんと準大賞をいただきました。最高です。本当に僕らのような小さなチームでもですね、皆さんに評価していただけたんだなということで、踊り子一同本当に喜んでおります。今日も、一期一会の気持ちを大事にですね、皆さんに喜んでいただけますように、最高の、笑顔と、掛け声と踊りで、一生懸命踊らさせていただきますので、どうか応援よろしくお願いいたします。よし。